演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。こちらファミリーマートのバナナパン3種類を食べたいと思います。まずはこちらのバナナもっち、本当にもっちりしてそうな感じですね。ちょっとドーナツっぽい感じです。こちらバナナマフィン、まあこれはパンなのかなっていう部分もちょっとありますが、まあ、パンコーナーで売ってますし、ファミマベーカリーって書いてますからパンでいいんでしょうね。でこちらはバナナ果肉が入ったチョコバナナペストに、チョコバナナなんかお祭りみたいですね。では早速こちらのバナナもっちから食べていきたいと思います。バーってどんな感じかな。おー、やっぱりドーナツっぽいですね。ではでも中身は、そんな悠々というわけでもないけど、やっぱりバナナだけあって、まっきっきですね。体の状態これだと思っていただくといいんですけど、ではいただきます。名前通りにもっちりしていて、これはいいな。食感もあるし、何よりバナナの味をしっかり感じられるのがいい。続いてはバナナマフィン、上にスライスされたバナナが乗ってますね。これ割るとスライスされたバナナが落ちちゃいますので、もうこのままいっちゃいます。ではいただきます。上の食感ある部分はいいけど、生地部分はちょっと物足りないかな。もうちょっと感じたいな。はい、ラストはこちらのペストリーです。こちら中にチョコバナナが入ってるところなんですけど、見た感じあんまり見えませんね。どういう、本当に入ってるのかな。ではいただきます。確かにチョコバナナの味はするけど、もうちょっとたっぷり入っててほしいな。パン生地に大半取られちゃってるよ。最初に食べたバナナもっちは、噛んだ瞬間にもっちりとした弾力ある生地とともにバナナの甘さが口の中にふわっと広がってきて美味しかったです。バナナを本当に最初から最後まで感じることができましたね。下手に果肉が入ってるだけとかよりも、これの方がよっぽどバナナを感じることができる。バナナ好きの自分としてはとっても満足できるパンでした。なのでこちらの点数とさせていただきます。続きましてのこちらバナナマフィンは、上の方にスライスされたバナナチップらしい、ちょっと歯ごたえのあるバナナが乗っていたんですが、今回ちょっとバナナ感が弱かったかなという部分がありましたね。生地の方でももうちょっと感じたかったなということで、こちらの点数とさせていただきます。バナナを歌ってるのでもうちょっと入ってます。で最後の、はい、このバナナペストリー、こちらは最後一人食べた瞬間にチョコバナナのあの甘い独特な味わいが口の中に広がってきたんですが、ちょっと量が少ないかなと思いましたね。なんか途中からチョコがバナナに勝っていってしまって、ちょっとバナナが薄まっちゃったのが残念かなと思います。まあ、もちろんチョコバナナとして美味しくはあったのですが、なのでもうちょっとバナナを増やしてくれたらなということで、こちらの点数とさせていただきました。アイスクリーム兵士やすなり食べもうて、兵士もアイスクリームには心が溶かされるのでしょうか。というわけでご視聴ありがとうございました。今回はバナナということでちょっと若干厳しめにジャッジしてみましたが、いかがでしたでしょうか。え、普段と変わらないって、まあそうですよね、そんな簡単には変わりませんよね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。